ではですね、スローンとマクエールの謎の物語2、続きをやっていこうと思います。いやー、もう最近ね、ほんとめっきり寒くなってしまって、私のまあ地域だと、まあ、凍結とかね、氷降ったりとかしてて、いや本格的にちょっとまた冬がねやってきたなという感じですね。もうほんと朝起きるのが辛くて、もうベッドから出れないですね。嫌な季節来たなと。トリックといっても種類は様々です。殺人の手口、アリバイ工作、密室の偽装などなど、ありますね。作者が読者を引っ掛けるために物語構造に罠を仕掛けたり、あれですね、諸術トリックみたいな最近読んだね、本にあったんですけど、その物語の登場人物たちはみんな知ってるのに、読者だけはこうわからない事実とか、そういうのもあったりとかして、こう面白く、おっとこれくらいにしておきます。ネタバレそうなったのかな。第73幕、ある老婦人の死。立派な皿のコレクションが並ぶ寝室で老婦人が殺されていた。おお。警察の調べでは老婦人の健康状態に問題はなく、はいはい、前日には元気な姿で買い物に出かけていたらしい。おお。ここ数日訪問客はなかったし、家の中に入った者もいない。はい。老婦人はどうやって殺されたのだろう。家の中に入った者もいないということは、だから元から中にいた人が怪しいってことじゃないの。その老婦人の健康状態に問題なく、前日には元気な姿で買い物に出かけていたということは、だからこう、まあ一人で住んでたのかどうかっていうね、この寝室に他のやつがいたんじゃないでしょうか。老婦人以外にも。いいえ、いないと。長いこと老婦人の家を訪れた者はいませんでした。老婦人だよね。老人がいたんじゃないですか。実はこの家の中にはすでに、家の中に人はいましたか。いいえ、いない。ああ、一人暮らしなんだ。買い物でなんかこう、唯一ね、その時買い物行った時に何かしらトラブルがあったとか、そういうことは。いいえ、ない。ほう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 。訪問客はいなかった。家の中に入った者もいない。はい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 。誰かと会ったりとかは。いいえ、ないですか。そうですね。でも殺されてたんだよね。自殺とかでもないと。そうですね。やっぱ家の中でなんかあったと思うんだよな。ペットはいましたか。そのペットにやられた。いいえ、今までの恨みを晴らすね。老婦人は一人暮らしでした。なるほど。ちょっとわからなくなってきましたね。一軒家でしたか。はい。なるほど。マンションとかでもないと。なんか皿のコレクションが並ぶとかさ、いらないよね。今気づいたんですけど、立派な皿のコレクションが並ぶみたいな話はさ、別にそんな重要じゃないのに、それがこうあるっていう、何かこれ手がかりでしょうか。いいえ、違う。寝室に置かれている皿にはおかしなところはありませんでした。寝室、皿が割れていたとか。いいえ、
はあ、ちょっと何が何やら何が何やら関係ありません。ちょっと待て待て待て、価値のあるものもそうでないものもありました。関係がないのこの皿のコレクションがうんたらかんたらは。神聖なんか結婚やら何やらありましたか。いいえ、あれじゃ迷宮入りだぞ。待て待て待て、寝室に、寝室は鍵かかっていましたか。まあ、そんな鍵かけないなんか、はい、あ、かかってたんだ。しかもドアも窓も完全に鍵がかかっていました。密室じゃん、密室じゃないですか。凶器は何だったんですか。いいえ、見当たらない。え、殺されたんだよね、自殺したんじゃないんだよね。じゃあ老婦人、ちょっと待って。本当に健康だったんでしょうか。はい。はあ、風邪一つひいたことがありません。警察、ちょっと待って、家族、家族は いるんでしょうか。お、やっとこう犯人につながりそうな、はい、あれが、一人暮らしでしたが、唯一の身寄りである、甥がいました。え、でも、家には来てないんだよね。一人暮らしでしょ？訪問客もいない。甥は老婦人を、殺したんでしょうか？ここでまず、犯人をはっきりさせておきましょう。はい。なるほどね。狙いは老婦人の遺産でした。でも現場は密室で、凶器もない。鍵、もう鍵かかってたわけだもんね。待て待て。どうやったんだ。お、老婦人を、会ったんでしょうか。会っていたんでしょうか。これはいい質問だと思いますよ。いいえ。会ってはいない。しかし老婦人宛に何か送っていました。え？皿か？ここで皿が、ここで皿が何か、皿が何かこう意味をなしてくるんでしょうか。いいえ。何かを送った。じゃ、老婦人は何かを受け取ってるわけですよね。老婦人は、趣味は関係ありましょ、ありますでしょうか。何かしら。はい。おー、趣味である皿の収集を利用した事件でした。皿がここ、やっぱ重要なんだな、皿が。でもなんか、皿に関して質問できねえんだよな。関係ありません。その、待ってください、皿に何か、皿は何もないと。皿のコレクションが並ぶ寝室。でも皿からなんかその毒物が、ゴミ箱？ゴミ箱がありましたか？お！ゴミ箱だと。はい。その中から空の封筒が発見されました。徐々に犯行が明確になってきました。封筒の差し出し人は多いでしょうね。まあ、間違いないでしょうね。多いでしょうね。何かを企みましたね、これね。はい。仕組みましたね。差し出し人は確かに多いですが、封筒に、老いの名はありませんでした。でも何かしらこう、指紋が、何か入っ、爆弾、手紙。手紙が入ってた。いいえ。手紙が入ってない。何が入ってたんでしょうね。封筒に入っていたのは、爆弾ってわけでもねえだろ。返信用の封筒ありそうなの。はいはいはい。はい。その封筒は舐めて乗り付け、なるほど。これはまさにあれですね。
逆転裁判4で似たような事件があったような、ということはその封筒、その舐めて乗り付けするタイプ、その舐める部分に毒物があったんではないでしょうかという感じで、どうしようかな。食べる、まあ。食べたわけではないけど、まあ、舐めたでしょ。食べてはいないけど、まあ、食べはしてないよね。それ認知症だから。食べたら。日付。まあ、一通り調べてから、じゃあもう回答に行きましょうかね。それは老婦人が死んでしまう前日に届いていたと。ちなみに一通だけでしょうか、その、内容は、内容、いいえ。手紙の中に届いていた封筒は一枚だけでした。皿を中に入れて、これ、大好きだね。ばあちゃんにプレゼントしますよ、つって、おいから皿が届いて。でも返信用の封筒、だから、こう、お礼の返信をしようと思って、で、それで、最終的に舐めて乗り付けしようとしたら、そこに毒物が、遺産狙いだったみたいですよね。金目当て。事件の重要な手がかりとなったのは、封筒ですね。老婦人の死因は、でも、封筒に、まあ、いや、老婦人の死因は、まあ、毒殺ですね。犯人は誰か、多いです。多分、返信用の封筒の宛先が多いになったんじゃない？老婦人が買い物で寄ったのは、これわかんねえな。まあ、郵便局でしょうね。流れで言うと。正しいようです。はあ、なるほど。遺産目当ての犯行。そうか。まあまあ、結果蓋開けたらね、そんな、ま、そんな珍しくもない感じの事件でしたけどね。犯人は老婦人の甥。老婦人は遺産目当てで毒殺されたのだった。その手口はこうだ。甥は老婦人が綺麗な皿を集めていることを知っていた。そこで応募すれば素敵な皿が、なるほど。そういうことか。あなたの手元にという嘘の広告を作り、広告ね。老婦人に送ったのだ。そして応募用紙の封をする。糊の部分には即効性の、遅効性の毒が仕込まれていたのだ。老婦人が糊を舐めて封をし、用紙を投函してしまえば、自分と老婦人を結びつける手がかりは残らないだろうと考えたのだ。なるほど。そういうことか。なるほどね。遅効性だから、すぐにそんな毒が回るわけじゃないと。だから、まだ生きている間に、その用紙を投函してしまえば、大丈夫だったんだけど、その、ゴミ箱から見つかったからね。で、それで分かっちゃったってことですよね。なるほど。そっかそっか。応募すれば素敵なお皿があなたの手元に。まあ、騙されるわな。そうですね。こう、おじいちゃんおばあちゃんを騙すという卑怯な手口。許せませんね。人は自分の趣味に関しては警戒心が薄くなるのかもしれません。そこを狙った詐欺事件なども後を絶たないようですね。特に高齢者を狙ったね。まあ、気をつけなきゃいけませんよね。では、次の話に行きたいと思います。いや、寒くなってきたなぁ。ちょっとエアコン、つけていいですかね。いやいやいや、寒いなぁ、ほんとに。本屋に入ると、ワクワクします。華やかな表紙の雑誌や重厚な文学書、話題のベストセラーが並んでいます。まだ自分の知らない物語や情報がお店中に詰まっているのですから。そう考えるだけで楽しくなるのも当然だと思いませんか？
そうだね。俺本屋好きですね。結構、見に行くだけ見に行くっていうのはありますね。会話しませんが。ただ見る。あ、これ面白そうだなーって見る。ただ買わない。全く理解できない外国語で書かれた本を購入した。理解できないじゃないの。どうしてそんな本を買ったのだろうか。なんて短文。全く理解できないですよね。勉強のためとかね。まあ、なんかその、まあ、学生さんとかで勉強のために買いましたよと。違うか。まあ、それか、まあ、自分以外、だからその、一緒に住んでる他の誰かが、わかるような話だったとかね。この人は確かに理解できないかもしれないが、お金持ちとか購入して、喜びましたか？はい。お、喜んだということは、何かしらメリットがあるわけですね。この男もしくは周りの人間にメリットのある、そういう本だったわけだ。なんか頼まれたとかね。誰かに頼まれたんでしょうか？いいえ。違うか。まあ、頼まれてなかったとしても、なんかプレゼントとかでね、やった可能性はあるので、まあ、誰かに見せるためでしょうか？やっぱそういう類かな。はい。あ、やっぱそうだ。友人たちに見せるつもりでした。あれかな？あれ、こいつ、なんか、この家に遊びに行った時に友人とかが、え、もうこんな難しそうな本読んでんの？ああ、全然こういうの読んじゃうからね、俺ね、つって。つい買っちゃうんだよねって、そういう格好つけるための外国語だったから？外国語なら何でもよかったのかな？はい。男にとっては外国語で書かれていることに価値がありました。実際その男は読んだんでしょうか？見せるために買ったんだよね。語学のためとかですか？まあ、違うんだろうな。いいえ。見栄を張るためか、じゃあ。見栄張るのために。異星、なんてこれどういうこと？本屋の客は異星人が多い？わけのわからん質問をたまにはね、してみましょう。いいえ。異星人はいないようです。そんななんか普通にいいえが来るような質問じゃないと思ったんだけどな、今のな。そんなわけはありませんよね。おととい切らしちゃいみたいな。そういうことをね、言うかなと思ったんですけど、違いましたね。どうなんだろう。外国語で書かれた本。いや、絶対でもこの人さ、あ、その本は何だったのかと。画集、辞書かな。いいえ。違う。あ、でもちょっと、その本が何の本だったのかはちょっと、把握しておきましょう。画集、漫画、参考書、何かの参考書。いいえ。違う。漫画。いいえ。違う。なんだろう。何なんだろうな。あ、でも、画集とか写真集だったら別にその、読めなくても別にいいもんね。いいえ。まあ、でも画集かもな、じゃあ。実際その、ね、別に外国が分からなかったとしても、その、絵だけで。いいえ。え？ということは？ということはもう一個しかないんですけど。ゲーム集ゲーム集ってなんだ？はい。いろんなゲームが
え？著者の名前に見覚えがあるような、スローンとマクエルの、スローンとマクエルのみたいな、自分の本、自分の本を買った。はい、あ、自分の本を買ったんだ。は、どういうこと？え、全く理解できないんだよね。でも自分の本なの。え、男は、著者はその男だったってことになりますよね。はい。はあ、その本の著者と男は同一人物でした。この人が書いたのに全く理解できない外国語なんですね。何ですか、そんな適当に作ったんですか、その本。あなたはその本を、え、買う？の、買ったのは自慢するためでしょうか？はい。ああ、俺こんなすげえ本出したんだぜと、友人に自慢するつもりでした。え、でも、ちょっと気になるのはさ、なぜその男は理解できない外国語で本を書いたんでしょうね。この人は何語を話すの？英語？著者が話すのは英語でしたか？まあ一番記録ね、はい、あ、英語なんだ。著者の第一言語は英語でした。この人は英語なんだけど、あ、なるほど、あれじゃない？なんかよくあるさ、ハリーポッターとかみたいにさ、最初は英語で、まずその人がね、本を作ったんだけど、それがすごい人気になって、他の国でも販売することになって、翻訳されて自分の、あ、そういうことだと思うわ。その人の名前、あははは、スローンだった。なるほどね。あ、はい、スローンとマクヘールが、その著者はこのゲームの原作者、二人連れでした。はいはい。わかりましたわかりました。なるほどね。まあ、時にはそういうこともやるでしょうね、あなたたちは。男が訪れた本屋は、日本ですね。ここ日本。男が買った本は、日本だよね、多分ね。日本で書かれてて、ただ、あ、そう、ゲーム集。男とその本の関係は著者ですと。はい。正しいようです。すごいね。こんなド直球で、スローンとマクエルさんが出てくるとは。すごいですね。男は、このゲームの原作者だった。男が東京を訪ねた折に、自らの原作本が日本語に翻訳され、店頭に並んでいるのを見つけて、大いに喜んだ。そして友人に見せようと思って、本を何冊も買い込んだのだった。自慢のために。日本で人気があった書籍が海外で出版されることもありますね。ありますね。漫画などはかなりの種類が世界中に紹介されています。おなじみの作品なのに、吹き出しの中の言葉が変わっているだけで、なんだか雰囲気まで変わって見えてきますね。確かにね。そうですね。そういう、なんかね、広く知れ渡るっていうのはいいですね。いろんな国の人々に。まあね。まあちょっと、気持ちがちょっとね、乱されたので、ちょっと今回はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。